2018 D ステーションフレッシュエンジェルズの林さくらです。ありがとう。宮本理央です。あがししほみです。霧島聖子です。中村ひなです。ありがとう。はい、いや今日すごい暑いですね。熱中症とか皆さん大丈夫ですか？ダメ。じゃあですね、今からこの夏の暑さを吹っ飛ばせ D ステーションフレッシュエンジェルズトークス&ライブステージ始めていきたいと思います。イエーイ。じゃあまずはあのね、このステージを盛り上げるためにいつもの紹介コールをいきたいと思います。はい、じゃあまずはしほみん。じゃあ私からいきます。みんなの絵を私にください。ゴー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 。ビタミンセサミンしほみん。ありがとう山脈。しほみんことがしほみです。しほみん、ありがとう。はい、私いきます。この D ステーションステージ盛り上げていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、あのもう皆さんご存知だと思うんですが、今回のスーパー GT 第5戦富士で私たちのね、新曲2曲のミュージックビデオが入った DVD が発売になりました。パチパチパチ。やったー。ありがとう。みんなもうゲットしたかな？当たり前だろ。ありがとう。でもほらね、ゲットしてないって方もいるかもしれないので、あの16時30分から、D ステーションステージお隣のサンルーカスブースさんで、本日最後の物販再開を行いたいと思いますので、そちらでぜひゲットお願いします。お願いします。じゃあ、今 DVD ってお話出たんですけど、ね、ちょっとまだ皆さんが知らないようなこうミュージックビデオの秘話なんかをね、みんなで話したいと思います。はい、なんかみんなある秘話っていうか、こうここだけなんかすごい大変だったとか。あ、じゃあ、はい、はい、私あります。シークレットで、うん、の今もできない、どうしよう。頑張れ。空中分解っていうのがあるんですけど、うん、私はずっとここが変だねって、うん、かおりんとかみんなにめっちゃ言われて、でも何が変か分かんなくて、うん、で結局 PV を撮る当日までできなかったんだけど、うん、控室で、うん、めっちゃみんなに教えてもらってやっと空中分解できるようになったから見てほしいんだけど、ね、PV に映ってないっていう。やからなんかね、そうダンスリーダーのねリオ丸がね、そうそうそう、何回も空中分解やってくれたよね。特にリオ丸が教えてくれて面白かったですね。面白かった、ありがとう。ちょっと2人で前で空中分解やってみよう。できない。出なよ出なよ。みんな見たいよね、空中分解。どんな質問だ。ちょっと1回だけ、お手本をね、お手本をちょっと前に出て、先輩から、先輩から行きましょう。一緒にやったらやばいもん、はい、せーの、空中分解。はい、これが見本です。はい、次しほみ行く、どこに行くの。頑張れ。はい、空中分解してみて、せーの、
ったよね。そう、自己満。え、聖子子とかどう？あのね、本当に大変だったのが、あのビクトリーヌの、 あの PV 撮影がまさかのあの GT の GT じゃない、ね、S 隊そうそうそう、S 隊のねコスチュームで撮影だったんですけど、なんかヒールがこれぐらい、あれいつもの GT の高かったんですよ。いつもあのダンスだとダンスコスなんでそんなにねヒールままあるけど、うん、まあ踊れる風なんですけど、私普段も、うん、あの今までなんだろう、そんな高いヒールに慣れてなかったので、うん、だから特にあのビクトリーウェイサビのあの、うん、なんかこのステップが本当に難しくて、なんか結構撮影中も何回かこけ、そうだね、うん、こけた、そう、普段歩く時ですら今日5回ぐらいこけそうになってるのに めっちゃ大変でした、ね、そうだね、うん、はい、じゃあその逆にあのもうみんなミュージックビデオを見たと思うんだけど、うんうん、その改めてここを見てほしいとかお気に入りのポイントとかってある、うんうん、おひなどう、なんかお気に入りのポイントとか。それが私まだミュージックビデオもらってなくて見てないんです。みんな今日物販を私にもください。お願いします。いや今日いっぱいいっぱい来るね、そしたら、うん、悲しい。じゃあおひなは逆にそのさ、ミュージックビデオの撮影中のなんか秘話みたいのとかある？秘話か、なんかすごい寒かったんだけど、うん、寒い時に、うん、確かになんかね、湖の横をみんなで、うんうん、練り歩くっていう。あれ湖だったっけ？あれ湖っていうか、あのあ白なんか並木道的なところあったよね。あれ、その隣湖じゃなかったっけ？海、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 千葉の海。ないだろう、なかなかったから。そう、それがなんかちょっとだけ見たんだけど、もうそれは本当ただ日本だったんだけど、うん、PV で見ると、うん、なんかちょっとカリフォルニアみたいに。そうだね、確かに確かに、ね、めっちゃ言ってた。だけどそれは日本だけど、カメラさんのカメラワークすごいなっていう。そうだね、すごかった。え、リオはどう？私ですか？私、うん、あのパジャマのシーンのところがすごい大好きで、うん、MV はすごい楽しそうになんかこうわちゃわちゃしてるんですけど、うんうん、実際私の内心ではめっちゃ眠かったです、その時。いつも眠い。いつも眠いね。パジャマ着るともっとモードに入っちゃうよね。そうなんですよ。そう、あの確かにあのシークレット の、 あの撮影の日が雪降ってたんだよね、うん、そうだそうだ、すごい寒くって、うん、それで中が暖房がすごい効いてて、うん、こうパジャマシーンから最初撮影が始まったんで、すごいね、ちょっとね、朝からね、朝早かったからね、眠かったよね。ねえ、じゃあそんなこんなでね、うん、そうだね、みんな懐かしい思い出に浸ったというところで、早速そんなシークレット行ってみましょう。行きましょうか、ね、行きましょうね。それでは可愛らしいシークレットの PV を思い出しながら聞いてください。シークレット、涙でちょっと
お知らせその1、フレッシュエンジェルズグッズ情報です。まあ、先ほどもお話ししたんですけれども、今回の富士ではフレーンの今年の新曲2曲の MV 付きの DVD が発売となっております。何にも買ってあげてください。お願いします。メンバーみんなにも、ね、行き渡るようにしていただけたら嬉しいんですが、みんなね本当にねこだわってお気に入りの、はい、DVD となっておりますので、ぜひこの後の物販でたくさんたくさん買ってください。はいはい、はい、ありがとう。そしてお知らせその2、フレッシュエンジェルズライブ情報です。でなんと今月8月はライブが2本もあります。やったー、ありがとう。まず8月13日の赤坂ブリッツでのライブ、そして8月30日だね、なんとなんと恒例の赤31日、すいませんね、はい、31日でした、ちょっと1日間違えましたが、はい、皆さんはお間違いなく31日です、赤坂サカスでのライブがございます。